のはいえー、っとは今日は、えーま、今,日今日が17日今日までなんですが、えー、23時59分までプライムデーなので今取って明日アップすると18日なのでプライムデーが終わっちゃってはいるんですがまあプライムデーで買ったものをまとめてザザッとご紹介しようかなと思います。 今回プライムデーでこれだけお金を使ったのは、えー、初めてかなっていうほど結構買いました。うん。で、物一個ずつここに持ってきてね、一つずつ紹介するとあれなので、もう買ったものを一挙紹介という感じで、画像もえっ、ー、と、アマゾンさんの写真を <laughs> どんどんこう貼ってって、これですっていう感じで紹介していきたいなと。 思っておりますで、えー、前回紹介したプログレードの CF エクスプレス2.0と SD カードとカードリーダーこれは、えー、昨日紹介したのでちょっと置いといて、えー、これの分の金額も入ってるんですごい、あのー、額にはなってるんですがそれ以外のもの、うん、プログレードさん以外のものをご紹介していきたいと思います。ではやっていきましょう はい、まず初めに頼んだやつがですね Ugreen の USB Type-C 延長ケーブルです <laughs> なんで延長なのって話なんですけども延長ケーブルまあ 4K60 までの映像出力がいくのと PD パワーデリバリー 100W5AUSB3.2GEN2 規格 10GB の高速転送と。 サンダーボルト3対応双方向転送という <laughs> 延長ケーブルです。まあ、これなんで買ったかっていうと本んとね今ね iPhone14 なので、えー、最後のライトニングラストライトニングを使っております。はいえー、現行型は USB-C になってますけれどもえっ、ー、と来月再来月9月ぐらいに出るであろう16になるのかな。 まあ,まあそのまま USB-C のはね行くんじゃないかとは思うんですけども急にここで変わってもちょっと面白いですけどねどうしたアップルってなりますけどえっと車でええ映像動画を見たりするのにオッドキャストを使ってたんですけどもやっぱりねアンドロイド不安定なんですよ。なので まあ結局なんやかんやで iPhone ミラーリング一番いいんじゃないかということでライトニングってライトニングから挿してあの謎のほらえライトニングと HDMI が2つ挿すやつをで1回変換してとかっていうややこしいやつでいかなきゃならないじゃないですかあれがねあと2か月ぐらいでまあ卒業ということで iPad でミニ6持ってるんですけどミニ6は USB-C なのでまあそれでテストしてきたら C1 本えープラス 途中であのすかハブでね HDMI に変換して映像だけ足さなきゃならないんですけどもその辺が結構安定してたのでそれにしようと <laughs> 車で映像を見る時にはあのもうテザリングじゃなくミラーリングで行こうということで、えー、車のね 40α のコンソールボックスのところに HDMI とかの機械があるんですけどそこにハブ入れるとハブから出てる USB-C のケーブルって短いじゃないですかそれを延長して、えー、っとセンターコンソールの蓋の横からギューっと出してあのもあのなんでナビの下にね、えー、チーか磁石で、えー、くっつけるガチャッとくっつけて充電するように僕は置いてるんですけどもそこにねこう線を持ってきて、まあ、操作しようということで、まあ、ちょっと先を見据えて、えー、先に買っておきました延長ケーブルでございます。はい そのために延長ケーブルを買いました。なので、えー、高速充電とかなんとかっていうよりも、まあ、映像がいってもらわないと困るので、まあ 4K60 はいらないんですけどね、車のナビが 4K60 とかに対応してないので、いいんですけども、まあ、あのー、25%、えー、オフで1349円ということだったので、ユ、えーグリーンさんのこちら延長ケーブル買いました。はい。 はい、続きまして、えー、サンワダイレクト、えー、電動のエアダスター、えー、AC 電源強力ノズルシャン,シャン,シャン種類シャン種類付属、えー、ケーブルの長さが3メートル a c ケーブルが3メートルってことですね PC 掃除 200-CD079 とこれを購入しましたまあカメラを運動会とかで使って帰ってくると缶でねあの エアダスターでこうやって埃を払ってから拭いたりしてたんですけれどもまあまあメンテナンスする時にカンカンがいっぱい出るのでそれこそ何でしょうねエコじゃない缶 <laughs> もいっぱい買わなきゃなんないしス捨てなきゃなんないし意外とすぐなくなるしあの結構長めに使ってくるとカンカン冷え冷えになってパワーダウンしてくるじゃないですか。ななななののでで本使いながらやっっててたたんんすけどもなんか鬱陶しくなってきたのと パソコンのモニターがねこう黒いのとがあって僕がね正面に、えー、アップルのディスプレイ27インチの,あのアップルディスプレイと,、えーっとね、ワイド21対9のやつをこう結構斜めに置いてるんですよ。でねそれなりに空気清浄機とかも合わしてるんですけどもやっぱり朝起きたり、えー、ちょっと時間経ったりするとやっぱりね黒いモニターにホコリが溜まってるのが見えてもう毎朝ねいつもこう。 ほろったり、えー、ブロワーでフーフーフーってやったりしてたんですけどもだんだんなんかこうイラッとしてきたので、えー、エアダスターを買いました <laughs> 3メートルもあるのでちょっと遠くのところのコンセントに繋いでも意外とこう引っ張ってこれるので結構この3メートルの長いのいいですねサンワダイレクトさん、うん、グッドですはい、えー。本当にそれだけのために使ってますまあ、キーボードとかも やってたりあのするとねこうたまにこう飲みながらごくまれにこうポリポリしてるとちょっとあのホコリとかもたまったりするのでブワッとね <laughs> やるのにで,で充電式と悩んだんですけどなんかいざ使おうって言った時にバッテリーがねあのなくて充電されてないっていうのもイラッとするなと思ったのでえ充電式ではない AC タイプのえこれを買いました。 えっとプライムで15%オフで6780円となっております。はい。でこれ今写真このままのやつをここにこうぶってって。 細いところがね、あの、付け替えれるんですけども、この細いやつ、ただ、あの、ギュッて刺してるだけなんで、結構強力にすると、この細いノズル、あの、飛んできます。ポーンって。<laughs> なので、もし、あの、何でしょう、センサーとかやるときに、この細いのを出ビューったときに、ポーンったらセンサー直撃するので、センサーはやんない方がいいかもしれないですね。もしやるんだったら、ノズル外して何も飛ばない状態でやんないと、あの、レンズを開けて、カメラのセンサーをもしやる場合ね、うん、これはちょっと危険が危ない。うん という感じになっております。はい。続きましては、今度はね、USB-C、C2C、オールテックさんの C2C ケーブル。えー、こ今度は USB-4 対応でございます。なので、8K。ね。そんなモニターはございません。はい、<laughs> うちにあるのは、どっちも 5K、5K なので、完全にスペックを持て余しております。USB の4なので40、4 0はい。すごいですねで。PD、パワーデリバリーは 240W。 48ボルトの5アンペアと超急速充電で,ですね。はい。えー、で1メ、えーターのオールテックさんの USB-C の C2C これが16パー OFF で2180円になってたので、えー、買っておきました。まあこれは今すぐ使うっていうよりも えと一応ねサブモニターもね買おうかなどうしようかなと思って結局まだ買ってはいないんですけども USB-C1 本で電気と映像行くやつを買うとここにねプッて刺すだけで行くっていうのとうんまあもろもろね <laughs> それこそこれに使ったり。 短いんでね、あのー、今はもう Z63 で撮っておりますけども、えー、データやり取りしたりする時に USB-C を挿した時にやっぱり速い方がいいんですけど付属のケーブルが短かったので、まあ、1m ぐらい、まあ、1.5とか 2m ぐらいあるといいんですけども。 まあ今回はオールテックさんの、えー、このタイプが、えっ、ー、とね、なんだっけな、なんかの雑誌で検証をしてたんですよ。あの、C2C のケーブルテスト。で、これが1位だったので、えー、買ってみました。<laughs> ただそれだけです。どこのメーカーでも良かったという感じなんですけども、オールテックさんのやつが、その時の雑誌では1位を取ってて、で、たまたまプライムセールになったので、ああ、じゃあ1位になってるし買っとこうっていうことで、えー、1本買っときますか。買ってあります。もう1、2本あってもよかったかな。うん。 はい、続きましてはまたまたユーグリーンさんのモバイルバッテリーでございます。PD3.1145W 出力2500違う嘘ついた 25000mA、ah、大容量の3ポート USB-C が2つと USB-USB-A ね1個。 えー、140W 高出力入力入 65W パススルーついてます低電流モードも搭載してますよというユーグリーンさんのうんとねアンカーさんのやつも欲しいものリストに入れてたんですけど僕が欲しかったアンカーさんのモバイルバッテリーは今回対象外だったのでユーグリーンさんのこっちにしましたうん。で前ねあれ何て読むの正確にはレブパワーラブパワーの2万それもね2万5,000 なんぼ <laughs> のでっかいやつ。これもね。買ってね。結構経つと思うんですよね。45年ぐらい経ってるかな？ずっとカバンに。まあ、もちろんマックを持っていく時には必ず入れてて、もう電力がね。あの50% 40%切ってきたらまあ、給電状態で入れてまあ、バッテリーの延命処置をしながら、えー、使ってたんですけども。今回またあの。 前回にも紹介しましまた、トムトックさんの,あの気軽にこう持って歩けるようなバッグにそっちのラブパワーの方を入れてでこっちのユーグリーンさんの方がねちょっと大きくて重いので。 それはあのー、いつもの,あのスティーブ・ジョブズバックパック <laughs> コートシェールの,あの変な形の,、ね、あのバックパックにピ、えー、ークデザインのガジェットポーチパン,パンパンパンパカパンになってる、うん、あれに突っ込んで、あのー、2つ、うん、どっちに持ってってもどっちも必ずモバイルバッテリーが入ってて、あのー、MacBook 長時間それで使えるように、えー、するために1個買いましたこれが21%オフで1万トンで721円あでございます、はい 通常が1 3 5五0 590、580? うん、なんで3000くらいずく買ってますね。はい。こういう時にね、いろんなものを買いましょう。<laughs> いろんなものを買いましょう。今回ちょっと買いすぎですけどね。はい。そして、えー、次が、キモ、ブロワーでございます。はい。これはね、同じもの2つ目でございます。 うん、もう1個目はねもうこれも何年前だろうに買って、えー、車の、えー、洗車車の洗車っておかしいね車を洗う車って書いて洗車だから馬から落ちて落馬して危険が危ないとと同じ状態で車の洗車はい洗車をする時にした時にね水ぶっ飛ばしように、えー、ずっと使ってたやつがそろそろ変な音し始めて中でガ,ガクガク言い始めたんでこれいつ壊れてもおかしくないなと思って、えー、ここ 1>, 1ヶ月ぐらい、うん、我慢をしてたんですけれどもうそろそろ言いい音してきたので、えー、プライムデーに合わせて購入しました、うん、でおかげさまでプライムデーに入ってたので、えー、買いましたこれがね29%オフで5,586円通常だと7,880円ですねはい。 でまあ、前回の買ったやつがまだ生きてるのであの変なガゴガゴしながら使ってますけどもぶっ壊れたら今買ったこれを出そうと思ってまだ段ボールに入ったまま口開けて一応中検品しましたけどとりあえずそのまま置いといてぶっ壊れるまで保険として置いといて壊れたら今買ったこれに入れ替えてね、えー、洗車顎水ぶっ飛ばすぞという感じにしたいと思っております、はい、はい続きましてこちら ネスカフェ、ドルチェグスト、ジェニオエスタッチカプセルバラエティセットスペースグレーでございます。えー、っとはですねツイッターにもあげたんですけどもうちのメンバーから、えー、ドルチェグスコのこれじゃないもっと古い前の初期型のタイプのやつを使ってないからっていうのでもらったんですけどなんかちょっとセッティングが悪かったのか数回使ってる時に、えーっとね、カプセルから漏れたんですよ。もしかするとカプセル… 穴開いてたのかもしれないんですけどそこからまあ漏れちゃってうわベタベタになったと思って拭くのにひっくり返したりなんかしてるうちにあのもしかするとその漏れたやつが逆流して中の基板に入っちゃったのか最初はね電源とかついてたんですけど数日経つうちに電源も入らなくなって、えー、と壊れちゃったんですよ。<laughs> ごめん、ね、壊しちゃいましたでその時に一緒にあの飲んでないあのカプセルもあるからあげるってことでうちにカプセルがあったんですけどもあの悩んでたんです。 どううしようかなと思ったんですけども結構僕もう、ね、ちにいる時間も長いですしこの間もらってそのカプセルももうだいぶ経ってるんですけども飲んだらまあまあ,あの何でしょううちで飲む分には全然美味しかったのであこれいいなと、うん、思って欲しいなとは思ってたんですが今はね1人1台なので買っちゃうと29%オフでしか2台目買えないんですが1台目が、ね、半額近かったんです。 2万1780円のやつがね確かに僕1万1000ちょっとぐらいで買ったんですよ48パーとかざっくり50%ぐらいオフで、えー、買えました、はい、もし2代目買う人はあのその値段では買えないみたいになってます今表示してるのが29パーで1万5400円それでも2万1000円からね1万5000円なので2代目買うにしても安いですけども最初の1台はもっと安いです半額近い値段で買いましたはい。 えー、これで夜な夜な作業しながらお,ひおいしいひコーヒーを飲みながらおいしいコーヒー飲みながらもうダメだ口回わないもう暑さのせいだ続いて、えー、こちらがアマゾン限定じゃねえかアマゾン限定ですね、はい、3UP っていう会社さんの22畳お対応のウッドスタイル、えー、アロマ対応の酒レター、えー、色はアイボリー選びました。 グレーとここにはないんですがえっ、ー、とねブラックもあるみたいなんですが今ねここで使うので、えー、とスタジオ事務所はねこうやって白基調で白ベースになってるので、えー、アイボリーの方が、えー、ここに合うかなと思ってアイボリーにしましたはいここね、まあ、ここの斜め上にせんあのエアコンがあって今ついてるんでゴーってピンマイクだからゴーって言ってないかな今暑いのでちょっと温度を下げながら。 やってますけれども循環させるのはいいんですけどもあのエアコンつけるまででもないけどちょっと熱くないっていう時にここ扇風機もないので、まあ、サーキュレーターを扇風機代わりにちょっと風当てたり空気循環させたりするのに、まあ、一台あってもいいかなと思って前から探してたんですけどもなんか。 可愛いというか、おしゃれなデザインがなくて、えー、たまたまこう見てたらね、あ、これちょっとおしゃれで可愛いんじゃないと思って <laughs> 見つけたので、今回買ってみました。えー、っと、これがね、プライムで12%オフで8620円、うん。これはね、なんかプライムでだから劇的に安いっていう感じではないですが、ま,あ、まともに買うよりは1割以上安いので、まあ、このタイミングで買っとけという感じで、えー、1個買っておきました。はい。 はい、続きまして、U-Green。すごいですね。今回ちょっと、なんか U-Green が続きます。はい、えー、レブ、レボドックか。えー、1071USB-C ハブ。7 i n ン i n ワンワン1 in あ 1, 1, 1, 1ですね、ハブ。<laughs> 7ンワンですね、セブンインワンでございます。えー、っとは、 タイプ C PD100V 急速充電、えー、タイプ C 5GB の高速転送、えー、4K の HDMI ハブ、USB 3.0が2ポート、SD とマイクロ SD と TF カード、っていうことですね。はい。えっとね、これは、 車用ではなく普段持ち歩くさっきも言ってあの前に紹介したアトモトックのあのパソコンケースに Mac と一緒に入れて歩くのに、えー、このハブ突っ込んであります細くて小さいので、えー、アンカーさんのやつがね結構太いでかいやつ僕買っちゃってるのでちょっとかさばるのでこれにしたのと SD カードとマイクロ SD カードが両方刺さるので早くはないと思うんですが USB2 対応ではないよね。 マイクロ SD カードをどうのこうのどうのこうの、えー、2枚のカードが同時に読み書き可能しか書いてないので多分普通の速度の、まあ、遅いあのタイプ1の方だと思いますけれどもこれあればとりあえずどっかであの SD カードまあ今の Mac はあの SD カードがついてるのでいいんですけどもマイクロを持った時にあの変換持ってなければ読めないとかねオズ o ポケットとか GoPro とかの。 SD カードがマイクロなので、そういう時に読,む読めるぞというのがあるので、SD カード付きを購入いたしました。これもね、それこそさっき言ってた雑誌のなんかのランキングのやつで、いわゆる何千円以下のハブ、勝負ですね。本当に七千円とか一万円とかの高額なハブではなく、 にこれねまともに買うと3990円、まあ、4000円なんで多分5000円以下ランキングみたいなやつの勝負で、えー、これが一応1位を取ってましたで今回セールで25%オフで2999円ということになっておりますはい。 もうほぼ買うもの、こんなもんかなと。もうだいぶ使いましたし、それこそこれに、さらにプラス、この間ご紹介したプログレードさんのね、SD カード4枚に CF の2.0にカードリーダーにっていうのがね、あれが超高額なので、えー、だいぶ使っちゃって、もう冒としてて、で、今日 YouTube 見てて皆さんの買ったものっていうのでーパーって見てるときに、えー、っとね、エリコムの、えー、っと、クリーニングクロスを紹介してる人がいたんですが、 僕これ2年前にも YouTube で紹介してて自分で紹介したのにすっかり忘れててあっと思ったらあのセールになってたのでこれすごいです <laughs> エレコムのねマイクロ、えー、クロスめっちゃ綺麗になるので m サイズの3枚セットがなかったので単品で、えー、これも3つこれがね44%オフで880円通常だと1580円。 これが円になっておりますで S サイズがえっ、ー、とね単品だと38%オフで1,080円のやつが672円なんですが S サイズだけ3枚セットっていうのがあったのでこれがね1,760円23%オフだったんで3枚セットの方を買いました。はい、それこそパソコンバッグにね S 入れといてねえっ、ー、と画面も一応ねガラスフィルム貼ってるんですけども。 やっぱりねちょいちょい汚れるのであの拭きたくなるんで本当にねめっちゃこれ綺麗になるのでこれは本当に今日の午後ああの見て慌てて <laughs> 買いましたこれがラストかなうん今回のアマゾンプライムデーで買ったものはこのくらいになりますこのくらいっていうかこんだけ買えば十分だよって話なんですけどこれにさらに、えー、プライムじゃないやつ一緒に、えー、買ったものがねあのー、オズモポケット のポケット3につけるえーとちょっと待ってねえマグネットマウントこれ皆さん結構使ってていいよっていうのでえドリキンさんだとかいろんな人がつく使ってるうあの持つ グリップのところにレッグボタンとか十字キーとかがあるんですけどあそこにパチッてかますだけで後ろからこう何でしょう蓋みたいなのが出てきてそのままオズモポケットを立てておけるでそれを畳むとここが磁石になっているのでそのままこうカっャってどっかにつけれるっていうのを見ててこれはねプライムでのセールに対応してなかったんですが一緒に買っちゃいました。 それと一緒に買ったのがこれもオズモポケット3の保護ケース <laughs> 保護ケースこれもプライムデーではなかったんですがこれも一緒に買いました。うん これを上ににパチンってあの画面と一緒に守るやつこれを買いましたこれでねようやくあの純正ケース,ケースってこう,うまくいかないと斜めになってこうちゃんとカチャってこう入りきらなくてなんかいつもイライラしてでそんなことしてるうちにジンバルこうあさっての方向を向いてなんかガチャガチャになっちゃうのでただこれをこの状態で持った時にワイコンを置いておく場所がないので皆さんこの時ワイコンどうしてますかっていうのをお聞きしようかなみたいな感じで。 ってないんですかね皆さん僕もレンズにガラスフィルムつけちゃったらワイコンがうまく使つかなくてちょっとこう動いちゃってあの変に動くと蹴られちゃうんでもうあんまりワイコン使ってないから言っちゃいいんですけどでマイクコンボキットを買ってるのでマイクあのワイヤレスマイクねあるんですけどもさっき言ったあのマグネットマウントがマグネットなので。 そこにカチャってつけれるので分厚くなっちゃうんですけど一応持って歩けるぞっていう感じなんで、まあ、マイクはとりあえずそこでいいかなと思ってつけたんですけどもなんかあれはあれはどうするんだろううんはいそんな感じですねそれとこれもプライムには関係なかったんですけどもネスカフェのトルチェグスコの専用カプセル えー、レギュラーブレインドのカフェインレスのやつをねあの夜飲むときにカフェインあるとお子ちゃまなので寝れなくなるので、えー、夜コーヒーはカフェインレスをデ <laughs> カフェで <laughs> 行こうかなっていう感じですねあとはもう一つはあこれだブロワー用のねワイドノズルえー、とねマキタとかキモ対応の、えー、普通のやつただの丸いやつなんですけどそこにこうギュッとこう幅広く薄く広くなることによってこうなんでしょう掃除機のななんだろうヘッドみたいな感じで。 あの水飛ばしやすくなる丸、まあ、だけだとねやっぱりそ,そこ一極集中になるので結構こう何回も振っていかないとなんないんですけどもこうちょっとワイドになると、えー、何水飛ばしやすくなるのでワイドノズルも買いました、はい、これも、えー、Amazon プライムでで対象外でございます <laughs> 結構対象外のものも買っておりますけども、えー、そんな感じでございますねあ、えー、全く関係全く関係ないやつでいくとあれだ 健康のね、レンズフィルター77杯。それはもう、これですね、Z63 のレンズ用に <laughs> 買っております。24、120の F4 レンズ用にレンズフィルターと、えー、っと、あとはね、液晶の保護、ガラスフィルム。これも Z63 用の、えー、バリアングルの <laughs> ところに貼る、えー、フィルター。これも、あの、セール対象外ですけども、買っております。そして、あのー、まだ、まだ買ってんじゃねえかよ、結局。うんとね、 マップカメラさんでまあこれ買ったんですけどあの一緒に注文をし,し忘れましたはいあの予約することに必死になって3分で予約したんですけどもカメラしか予約してなくてまだまだ僕 F マウントを使うっていうことをね、えー、すっかり忘れておりまして、えー、ZZF2 じゃねえ F2ZF2Z の2ですね F2Z の1は Z6 の初代買う、えー、ときにマウントキットなあの えー、でレンズなしのねマウントアダプターキットで買ってるんであるんですけどもほらワンってカチャってつけたらここに謎の台座があってすげえ邪魔じゃないですか。<laughs> なので2が出た時にいいなと思ったんですけど買い換えるほどでもなかったんですが今回ねせっかく新しいのが、えー、買ったので ZZ、えー、用の Z63 用に、えー、F2Z の2の、えー、Z マウントアダプター。 買いました。これがね、えー、っとね、他のところで見たんですけども、Amazon 一万安かったんですよね。三万円かな？うん、三万円で買いました。はい。これでまた、えー、Z63 でね、えー F、F マウントも使えるので、Z6 と63を持って両方つけるとどっちも F マウントでもねできるので、一応まだまだ F マウントがいっぱいあるので、えー、ちょっと F マウント用のね、えー、マウントアダプターはないと困るので、えー、買っておきました。はい。 このくらいでしょうかもうこのくらいでしょうかって何回言ってんでしょうか <laughs> だいぶ買っちゃっております。はい。というわけで、本当にこのくらいですね。はい。このくらい。こんだけ買えや十分だという感じですね。今回は、あの、結構な散財をいたしました。まあ、プログレードさんのカードが本当にでかかったので、まあ、これをまともに買うとね、 えすごい額になるので支払った分はまあまあ額になりますけどもセールとの差を見ればえお得に買えてるということでまあちょっとセールまで待ってたのでねこのタイミングでもう勢いよくあの欲しいものリストでセールになったやつはもう一気にこうブワーってねえ先行セール11時の0時スタートの段階でもほぼ8割7割8割型ポチってやったぞっていう感じだったんですけれどもはい皆さんは。 プライムでで何をお買い求めになったでしょうか <laughs>、はい、えー、このあとねきっと僕みたいな動画がいっぱい上がってくるんじゃないかなと思いますけどもあそれあったかっていうのも結構あると思うので次回のアマゾンのセール、えー、またきっと数ヶ月後にあるんじゃなかろうかと勝手に思ってますけども次回のアマゾンプライムデーというかアマゾンのセール次は何セールって名前なんでしょうかその時にね え、買うために欲しいものリストにバンバン突っ込んでおこうかなと思っております。はい。というわけで、いっぱい買った。<laughs> 散財した。まあ一番でかかったのは Z6 3ですけどね。セールとは一切関係ないね。はい。なので、働きます。はい。というわけで、メアチャンネルでございました。それでは。